皆さんこんにちは、まことです。久しぶりの Vlog を回しております。急に喋り出したなみたいな顔してる。今日は今銀座に来ていて、今から美容室に行って、ちょっとブラブラ買い物をしようと思います。これさ、これとヘアシートで家族専用の個室でやってもらいます。すごい。いや多分俺のイメージ、今ほら式がさ大変じゃん、式終わって、うん、じゃちょっと明るめな感じで、うん、1週間で落ちないぐらい、うん、そうだ。でも結局こう切ってもらうから、うん、長さは別にいいんですけど、でもなんかめっちゃ多くないですか、めっちゃ多い。だからちょっとね、1週間しかないけどちょっとだけ切ってもらえたら嬉しいです。あの量なんか、うん、でこんぐらい切りたい。おお、それはどう思いますか。いいと思う。この間写真見せたから、うん、じゃあやっていくわ。っています。バイバイ。はい、髪を染めてきました。どう？いい色だね。いい色やね。結婚式一週間、お、すごい眩しい。式は1週間後なので、もうちょっと髪は明るくなる予定です。で、今からちょっと買い物に行きます。靴と、あ、そうだねあるサイズがあるかわかんないけど、二次会用のドレスの靴と、あとゲストのギフト、次来てくれる、まあ、受付してくれる友達とかプレゼントを個人的に渡したいゲストの方へのプレゼントをちょっと探してきます。ポイントは、バッグが、ポイントはこのコラボバッグの新色っていうか白と黒の2カラーで、最終サンプルが上がってきたので持ってきました。かわいい。斜めにも着れる。斜めにも着れます。今日はうさぎオンラインさんのライブ配信日です。うさぎさんのお仕事の日は必ず動画を回してる気がするんですけど、髪が短くなっておりますが、結婚式披露宴が終わってバッサリ切りました。まだね、数日しか経ってなくて、ちょっとスタイリングがどうしたらいいか分かんなくて、めちゃくちゃ跳ねてるんですけど、髪を切って似合う服とか着たい服が変わってきてるので、今日の衣装がちょっとうまく着れるか分かんないんですけど、はい、このあともうちょっとだね、あと15分ぐらい着替えなきゃぐらいで始まります。ちなみに今日のコーデも後で撮ってもらいます。ありがとうございます。買ったんです、こちら。ありがとう。サイン入りではない。サイン入り書いてもらっていいですか。あ、いただきます。サイン入り、ありがとうございます。サイン入り、すごいインスタライブ。そうですよね、結婚式前にもう、あ、でもそう、今クリリースとかです。でも、まあ、2回とか2回、2、3回しか着ないんですけど、ゴリゴリ流すのだったから、今は遅いかもしれない今だけ。でもなんかちょっとだけ出てたりとか、あと詰まってる時は、あの腕を出すとか、うん、どっかに抜けがあると着やすいらしくて、そういうのバランスを多分見てくれる。そうそう、すごい勉強になるなと思う、ね。ただいま。ただいま。
spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just want to tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees.祭りのご飯が先に出来上がりました。今日は豆腐と小松菜人参しらすの煮物、だし煮とおかゆとそぼろオクラご飯です。ちょっとご飯炊くの忘れてたので、ご飯はレトルトです。ちょっと先に食べててください。もっともっともっと大人のご飯ができました。今日はこれ何、手羽元みたいな、手羽元じゃないよね、の甘辛唐揚げと片木きゅうりと味噌汁です。お肉がメインだからそれ以外がちょっと質素なんですけど、はい、いただきます。いただきます。いただきます。こんな暑いのに揚げ物したら疲れない。暑い暑い、お疲れ様、ありがとう。いただきます。おいしい。濃いけど人には出せない濃さだわ。ご飯が欲しい。あんま濃くない。ほんと？うまい。うん、濃い。ちょっと唐揚げ食べてみて。濃いうまい。うん、うまい、うまい、間違いない。まあね、うん、絶対間違いない。うなぎさん、こんにちは。今日はオールバーズ丸の内店に来ております。今日は何の日ですか？今日はおそろバーズという企画の撮影イベントです。でさっきパパのお仕事ぶりを見に一緒に来ました。はい、山中海輝くん、僕の大切な後輩の妹もいます。そして海輝くんがカメラマンは、あ、YouTube です。じゃあ海輝、山中です。山中海輝です。マスク外してもらっていいですか？はい。山中海輝です。弟子、アシスタント、アシスタントの太一です。太一さんです。に撮ってもらいます。よし、やりましょう。はい、おそろバーズやります。おそろバーズ、ちなみに今日のコーデはこんな感じです。あ、羽織でストライプのシャツも持ってきたけど、スニーカーに合わせてカジュアルな感じにしてみました。いきなりやん。どうですか？シューズの市民性が、なんかよく聞く言葉やな、それ。シューズの市民性の、これどう？悪くないんだけどね。悪くないですか？早いけど増加してるからね。社長どうですか？社長も見てる。社長めっちゃ真剣に見てる。 OK ですか？あ、OK でーす。はい、OK でーす。やってるね。ありそう。一回見てみる？
もうちょっと撮りますか。もうちょっと動画用に。祭り祭り、可愛い新しい靴、嬉しい。はーい、オッケーです。はーい、祭り。ありそう。はい、ありそうです。いいね、遊んでもらって。ユース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 。いやー、楽しそう。くれくれくれ、楽しいです。くれんの？僕の。